が今日2番手、高めの変化球捉えて、これは頭上越えるか、いや取った西峰。マリーンズのこの外野はこの若い岡田、石峰、この2人が非常に息のいいプレーを見せてくれます。まあ、清田もあの守備範囲も非常に広い選手なんでね、今のこのフライトはなかなか難しいボールですか。難しいです。あの右バッターはドライブ回転なんで、どん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 切れていく形でその追いかけてて、あのジャンプのタイミングも非常に良かったですし、フェーナンデス、いい打球でしたが取られました。石峰も岡田も今日守備でいいところを見せています。そしてランナーなしでセッター、頭へ出てきて岡田が取りました。いやーちょっと坂田としてはいい感じ打ったと思いましたがね。片岡、フェルナンデス、坂田、一本ヒット損しましたね。本当そうですね、みんなでも僕外野手出身なんでね、やっぱりこう解説してても、例えばあの石峰のプレーとか、この今の岡田のプレー、でファイターズの楊大岩とか糸井とかね、そういうプレー見てると、本当人工芝の中でね、よくこれだけ球際強い、あのすごいなと思いますよ。人工芝だと怖い。ダイビングってなかなかやっぱりね、頭から消えちゃうんで、怪我につながるんでね。実際松井秀喜選手とかね、今年ありましたが。天然芝だったらね、滑り込んである程度吸収してくれるんでね、まあ、ハイテク人工芝になったというのも、やっぱりクッション性ということを考えると天然芝の方がいいわけですよね。